はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めてということで、今回からこちらをやっていきたいと思います。S がついてるので、スイッチバージョンでやっていきたいと思います。ドラクエ11完全初見っすね。全く前情報もないし、ドラクエ11自体はね、プレステ4とかで出てからかなり時間は経ってるんですけど、全然情報とかも全く仕入れてないですね。名前これミカミックス入りそうだね。結構長いね。ドラクエって言ったらなんか4文字っていうイメージがあるけど、入りますね。これはミカミックスにしましょう。ミカミックスと。あれ、なんか縛りプレイ設定っていうのがあるよ。買い物できない、防具を装備できない、楽な戦いは経験値なし、境界でいつでも解除できますと書いてありますけれども、ちょっと初めてなんでね、初めての時くらいはさすがに自由に行きましょう。自由になんて縛りプレイはなしで普通に行きます。はい、 3D モード、 2D モード、冒険を始めた後でも境界で切り替えられますって。へえ、そうなんだ。でもまあせっかくだから、 2D モードもなんかいいね。その最新作を 2D モードっていうのもかなりオツな気がするけど、まあ3モード、 3D モードでいきましょう。変えられるみたいだしね。プレイ環境の設定をします。作戦でいつでも変更できます。振り仮名を表示できます。まあこれは表示しときましょう。カメラ操作、あ、縦はねちょっとリバースにしたい。で、横はノーマル。オート移動って何これ。なんかしないになってるからしないにしておこう。で、明るさはね、まああえて明るくする必要もないと思うけど、初期設定50だから60くらいにしとく。ちょっとだけ明るくする。明るい方がね、その動画的に見やすいからね。おお、こいつ幽霊。完全に透けてんじゃん。これスカート覗き放題じゃん。じゃあ、基本的に可愛い子しかいないな。いや、おばさんとか抜かしてね。間違いあるまい。これママ超可愛くね。まあそりゃお姫様かな、見た感じ。
なんと赤ん坊がこんなところに。あの嵐の中無事でおったとは。笑っておる。もしやこの子は。ああよしよし、一人で心細かったじゃろ。もう心配いらんぞ。いやすごいね、今のドラクエすごいね、こんなんなんだ。めちゃ進化しとるやん。16年後、あれ浮いてる、あの島。ありがとね。大切な儀式の前にスカーフが風に飛ばされちゃうなんて、私ってば本当ドジだよね。ついにあの岩を登る日が来たんだ。あんな高い場所、私に登れるかな。ルキが私たちを案内してくれるみたい。さあ行こう。神の岩ふもと。動ける、あってかいる、話せる、今日は私たちの16歳の誕生日。今日の成人の儀式が無事終われば私たちも大人の仲間入り。ルキったらあんなにはしゃいじゃって私たちお祝いしてくれてんのかな。さあ神の岩へ行きましょう。もたもたしてるとルキに置いていかれる。いや別に犬ごときいいよ。まあ、3D のワールドマップだね。こっち行ける？まあ、行けないと思うけどね。おっと待て待て、ミカミックスどこへ行くんだ。まだ成人の儀式を終わらせてないだろう。石の村に帰るのはまだ早いぞ。何石の村って、石の村どっちだろうね。あとちょっととりあえず確認しておきたいのが、どこまで見れるかだよね。いやこれ無理だな、これは無理だな。よほどのテクがないとちょっと、いや全然無理だ、これ全然無理。いやここら辺が多分限界値でしょ。ほら諦めよう。この子はこれから神の岩を登る。途中で道が険しくなったりするから気をつけて行ってらっしゃい。いいこと教えてあげる。寄り道しながら進むともしかしたらいいもの見つけられるかもしれない。おっさんはいいや。こいつもなんか男だからいいわ。こいつハゲだからいいや。あ、これなんかマークがついてんね。ダン村長とあんたのお母さんペルラが見送ろうと階段の上で待ってる。さあ早いとこ行き。もし何をするかわからなくなったら私みたいに吹き出しの色がピンクの人に話しかけるといい。迷ったら Y ボタンを押して地図を見なさい。それで吹き出しの色がピンクの人がどこにいるのか調べるといい。地図を見ているときに、スティックを使うと進みたい方向を変えられるからとっても便利。なるほどね。あそこに犬がいるな。あれこういうところはどう？段差があるところ。段差があるところの方がなんか、お、段差があるところの方が見やすいけど、やはりこう際どいところで切ってくるね。さすがだ。プロの仕事だな。でも景色とかすごくない？ちょ話そう。ミカミックスと孫娘のエマ、2人が無事にこの日を迎えられて村長としてこれ以上嬉しいことはない。16歳となったおぬしたちは神の岩で成人の儀式を果たし、一人前の大人にならなくてはならん。神の岩の頂上で祈りを捧げ、頂上で何が見えたかわしに知らせるのだ。そこまでが成人の儀式。道中わからないことがあったときは X ボタンを押して
仲間を選び、エマの話を聞くといいだろう。ほう。自慢の息子がここまで大きく育ってお母さん本当に嬉しいよ。いいかい、エマちゃんは幼馴染、あんたがしっかり守ってあげるんだよ。もし道に迷ってもエマちゃんの頼れるパートナールキについていけば迷わない。さあ行ってきな、夕飯作って待ってるからね。おお、すげえ。ちょっと待って、一応見探索っていうか見るだけ見る。あ、ジャンプできんじゃん、すげえ。ジャンプまであるんだ。とりあえずもう生きててもいいことないから飛び降りを飛び降りられねえし。いやでもこれほんとすごいな。ドラクエはとりあえず8まではやったんだよね。で9はやってなくて、10もまあなんていうの、そのネットだからやってないしっていう感じなんだけど。犬、この人は、いやもういいや、おっさんの話は適当に聞き流して。この人困ってる、うちの子が見当たらない。マジか、見つけてきたら相応のお礼をいただこう。なんか模様が書いてあるね。我ら意志の種、大地の精霊と共にありか。石じゃなかった、石だったね。おじいちゃんから聞いたの、あの神の岩には大地の精霊様が宿ってるんだって。小さい頃からずっと、16歳になったら神の岩に登って大地の精霊様に祈りを捧げなさいって言われてきたけど、こんなしきたり誰が考えたのかしら。一人前になる前に崖から落ちて怪我でもしたらどうするのよ。でもあなたと生まれた日が一緒だったのが唯一の救いね。一人だったら絶対めげてたもん。あ、これガチで誕生日に行くっていうあれなんだね。それじゃあ行きましょ。ん？どうした？あ、スライムだ。剣持ってるよね俺、背中に。スライムたちが現れた。気をつけて。え、作戦、まあ命令させろっていいけど。逃げる、ダメだ、逃げよう。逃げられないくそ、犬に全てを任せて逃げようと思ったのに。特技、あ、動ける。え、そうなの、すごくない。魔法とか使うときってなんだろうね、遠くにいた方がいい、そういうのあんの、この戦闘から。あ、これフィールドの外に行くと逃げるっていうことなんだ。まあ いや真ん中のこいつ行こう。逃げろ逃げろ逃げろ。お、犬攻撃すんだ。犬と剣が変わらない。いった、追撃から逃げられないか。いった無理か、戦いの行方を守っている。これなんかタイミングよくガードとかないよね、そういうのは。アクション要素は多分ないよね。吠えたって何。あ、いやすげえな。てかそうだよね、だって 2D とかだったらさ、動くとかっていうのさすがにないから。気をつけてね。俺何装備してんの、ちょっと道具を見る。石の剣、シンプルな剣、布、あれ体験っていうのがあるよ。え、なんでこれ効果がないとかじゃなくてさ、え、どこに体験なんて持ってんの。体験にしよう、攻撃力高いし。おお、両手持ちになってる。両手持ちとかあんの、なんか盾装備できなくなるとか。ほら、まあ、確かにこっちの方が強いね、攻撃力 としては。おお、今頭に当たんなかったか、薬草。まあここら辺はシンプルだね。びっくりした、あなたとルキのおかげで助かったわ。小さな魔物だったから運が良かったわね。まあ、魔物は普通にいる設定なんだね。まあ、最初魔物に追われてたからね。ねえ知ってる？神の岩の頂上へ行くには洞窟を抜けていかないとダメなのよ。さっきの魔物、あの洞窟から出てきたのかな。ちょっと怖いけど、あなたが一緒だしへっちゃらだわ。さあ行きましょう。
じゃあこれ誕生日が一緒だったらさ、2人で行けてるけどさ、1人だったらきつくないか、普通の村人が。一応見てこう。うん、さっき言ってたね。てかスティックを押すとカーソル送りが速くなる。別にダッシュとか、そうだね、ダッシュしようとしたらさっきジャンプしちゃったから、ダッシュとかないよね。これ地図でしょ、これあれでしょ、神の岩。神って何なの、そもそもこの世界の精霊ルビスではないよね、どう考えても。こっから普通になんかモンスター出たりすんのかな。げっ、こんな細いとこ通っていくの、ジャーンプなんてバランス感覚なんだ。ちゃんとついてきてる、あれいない、逃げたなあいつ。そうか、絶対ついてきて、ほらついてきてた。看板らしきものがなかった、あ、ないか、ただの棒切れだ。あ、スライムがいる、また魔物がいる。気づかれていないみたいだし、先に近づいて攻撃しよう。え、フィールドにいるタイプなんだ、エンカウント方式じゃないんだね。A ボタンで攻撃をできます。はい、1じゃん。誰に1与えたの、どっちに1与えたのか分かんねえんだけど。いや、スライム A 強い、犬ごときに負けてられん。てか犬もダメージ食らってんだけどさ、ヒットポイント大丈夫こいつ。またえ、スライムがいるね。ちょっとこっちがなんかあったよね。え、行けるの、寄り道していこう。あれはなんだ、ただなんか落ちてるよっていう。逆走か。基本的に起こってるのはじゃあ光ってるやつかね。こういうキノコとかを取るわけではない。地図重要だね、ミニマップ。いや、やっぱ最初はモンスターと戦っていきたいよね。おら背中を向ける。あ、倒した、犬ごときが。まあスライムだからね。まだレベル上がんねえか。やっぱドラクエはシンプルでいいよね。最近の FF がもうわけわかんないからな。ドラクエの方がやっぱり安定感がある。やったね、おめでとう。お、しかも見やすい、マジックパワーが上がってんね、ゼロから。魔法はこれどうやって、あ、新しい呪文覚えたって書いてあるじゃん。攻撃魔力、回復魔力、魅力。へえ、そういうのあるんだ。メラ使いたい、スライムゼリーなんだそれ。犬っころ勇敢すぎるだろこいつ。ちょっとメラ使いたいしな。なんかいるね先に、あれも敵か。いや敵はちょっと今回殲滅していきます。あ、でもマジックパワーって、あ、回復してるじゃん。あれ、レベルが上がると全開するシステム使おう。見たいメラ。あ、ちょっと正面からこういう角度で見たいよね、どうせだったら。ちょっとカメラワークが難しいな、もうちょっと引きのアングルで見たいんだけど。あ、当たった今。逃げろ。あ、こいつも敵だよね。いや、これは結構危険だぞ、普通に考えて。危ないもの持ってるもん、モコッキー。軽快にステップを踏んでいる。三河刺客的なものかな。だって
これ結構でかいよね。これで突き刺されたらさ、いや普通に貫通するでしょ体。ほら生身だったら確実に死ぬ、うん、それくらいの大きさは誇っている。こんな犬あれに突き刺されたら一発だよ。こっちなんか階段があるっぽいね。でも犬はこっちに行ってるよね。ちょっと寄り道していきたい。犬の方向とは逆に、あ、壺みたいなのがあるそうやってわんの。5円、誰が隠したんだ。まあ、とりあえずちょっと宝を回収して、こういうのとかは特に何にもないね。お、これは落っこってるやつ。銅の鉱石、銅の剣とか作れるのかな。おら、実際こんなのいたらさ怖いよね。薬草使ってくるんだ。32、そこそこ回復するね。70、うわ突き刺さ、これいや死ぬ死ぬ死ぬ、こんなのに突き刺されたら死ぬって。あの犬頑丈だな。霧が深い。見て、真っ白だわ。霧がこんなに。助けてー！マヌロ？え、普通にヤバくない？早く助けなきゃ。2体いるじゃん。スモーク、気をつけて。私も頑張るからって何かしてくれんの。一応ね、攻撃が飛ぶみたい。ゲッツ、うわ犬大丈夫か。一応攻撃が通るんだったらね、望みはある。なんか本当に幽霊みたいにさ、攻撃が通らないってなると絶望的だけど、ショックを受けた。役立つなこの犬。いや結局何もしてないじゃん。40、めちゃくちゃ経験値持ってんの。力が上がってほしいよね。やっぱり攻撃力上げたいから。ごめんね、先回りしてマネーちゃんを驚かせようと思ったんだ。でも魔物に襲われて。そうよ、変よね。神聖な神の岩に魔物が出るなんてこと今までなかったのに。それはそうとダメよマノロ、こんな危ないことしたら。さあルキと一緒に村に戻ってなさい。うん、わかったよ。帰り道スライム出るぞ。頼んだぞ犬。ありがとね。あんな怖い魔物を倒しちゃうなんて強くなったんだ。もう少しで頂上だね。雨、やだ雨が降ってきたわ。急ぎましょう。ん、あれで登っていくの。ツタを登れば頂上までもう少し、途中で手を離さないように注意しようって。危険すぎだろこれ。なんか遠回りしてでも普通に登っていきたい。いやなんかアイテムないかなーってちょっと
ジャンプで、ああやっぱあるじゃん。綺麗な枝。なんかこういう素材とかって集めておいた方がいいのかな。ヒノキの棒とかなんか作れそうだよね。こういうのだったらなんか 2D の方が宝は見やすそう。じゃあここ行くしかねえじゃん。すげえ力だなこいつら。でここは足元に気をつけて。いやこれさ絶対さ死者出るでしょ。今雨よ。しかもどうちたらこれでしょ。いや絶対今まで死者出なおおちょっと危なかったけど死者出てないのこれ。こんな危ない儀式させて。あもっと近づけってか。ああ落っこちったよ。くそ。あどっちからでもいける。落っこったことによりなんかアイテム取れないかな。そういうのではない。どっちかってこっちはなんか大変そうだけど安心感はあるよね。ん？でこのまま登っていくか。モンスターは出現しないね。絶景が見れたはずなのに。早くお祈りを済ませないと。大体お祈りって何すんの。え顔みたいになってる。あヘルコンドルみたいなのが出てきてる。ライデインみたいなの打ち出した。助かったのね私たち。でも不思議だわ、まるであなたが雷を呼んだみたい。その技は一体。あら消えちゃったわね。何だったのかしら。いっぱい助けてもらったわね。やっぱりあなたが一緒だと私心強いわ。さ早いとこお祈りを済ませましょう。我ら医師の民、大地の精霊と共にあり、ロトゼタシアの大地に恵みをもたらす精霊たちよ、日ごとの糧を与えてくださり感謝します。どうかその大いなる御心で悠久の大地に生きる我らをこれからも見守りください。このしきたりを考えた人、きっとこの景色を見せたかったんだね。そのために命かけたけどね。
それじゃあ儀式を終えたこと、おじいちゃんに教えてあげましょう。みんな私たちの帰りを待ってるはずだわ。え、お告げがどうこうって言ってなかった？ちょ、何かないか見よう。やっぱ飛び降り自殺はできないよね。とー、柵も何にもないからな、ここ。あ、アイテム発見。綺麗な枝か。麓へ降りていった。あれ、ちょっと夕方になってる。あ、こいつか。助けてあげたよ。霧の魔物からマノルを助けてくれた。え、こいつが旦那だろ。おっさんだな。結構この奥さん若めじゃない、旦那の容姿にしては。この女の子に話しかけよう。雷すごかったね。こいつは話す価値がないからスルーして。で、子供もいいや。よくやったな。ただいま、おじいちゃん。おお、二人とも無事に帰ってきて何よりじゃ。神の岩に雷が落ちたから怪我をしてないかみんなで心配しておったわい。頂上で何が起こったのじゃ。そのようなことがあったのか。まさに奇跡というほかあるまい。きっと神の岩に宿りし大地の精霊様が二人を守ってくださったのじゃろう。ところでエマよ、神の岩の頂上から何が見えたのかわしに教えてくれるかな。ええ、見渡す限りの海が見えたわ。お日様に照らされてキラキラしててね。あんな光景初めて見たわ。この世界ロトゼタシアがいかに広大かを石の村しか知らぬお主らも分かったようじゃな。お主らはまだまだ若い。もしかするとこの村を出て羽ばたく時が訪れるかもしれんからな。このロトゼタシアの広大さをわしは儀式を通じて二人に伝えたかったんじゃよ。いや、だからそれに命を懸けるほどなの。さて、そろそろ村に戻るとするかの。お前の母ペルラにも儀式を終えたことを教えてあげなさい。ああ、よかったわ。安心したわ。私たちも行きましょう。聖人の仲間入り。神の岩での聖人の儀式を終え大人の仲間入りを果たした有望な若者に贈られる称号。あ、聖人の仲間入りっていうのが称号なんだね。石の村、お帰り。うるせえ。あれ、こっちどこ行くの。またなんか変なところに。とりあえず登ってみよう。結構長くないか。さて何がある？こういう壺とかって、え、一個一個7円。じゃあまあやっていこう。ちゃんと探索していこう。素早さの種、いいね。上から覗けるけどそれだけか。
探索はなんか 2D の。うおおおおお、落ちた、びっくりした。一応落ちても大丈夫か。ダクソとは違うからね。掲示板があるよ。子供たちへ、神の岩は危ないので入ってはいけません。だ、そんな危ないところをさ、なんで行かせたの。一軒一軒家の中、あ、これ家じゃねえな。どう見ても牛小屋だか馬小屋だかわかんないけど、この子元気に育ったでしょ。間違いなく村一番の馬よ。これ何屋さん、これ道具屋さんかな。なんか売ってくれ。え、売ってくんない。お前らに売るもんはないと。なんか大した道具なさそうだね。壺とか、さすがにこれは無理か。このおかみさんにぶち切れられるからな、勝手に壺割ったりすると。で、裏方にも出れて、町の探索だけでも結構時間かかりそうだね。一つの町行くと。ああ、かわいこちゃん、一度でいいからデルカダール王国に行ってみたい。人であふれかえって賑やかなところ。人人人、お店も品ぞろえ豊富。そんな簡単には外行けないのかね。まあ魔物はいそうだからね。おばあちゃん大丈夫か。お前の祖父テオはお前を連れてよく釣りに行った。あ、テオって最初に拾ってくれたあのじいさんのこと。村長とは違うんだ。見分けがつかん。ここ教会か。あれ、西部って教会ですんの。ちなみに神父さん、お祈りする。まあもうこのまま一番にやっちゃいましょう。で、お告げが経験値でしょ。復活の呪文って何。え、なんで復活の呪文があるの。冒険を再開するときに入力すると大体同じところから冒険を始められる。大体ってなんやねん。聞かれてんな。ヤズメズゲームずっとつってあと、神父さんがこんなこと言い出したらさ、頭とち狂ったもんかと思うよね。この呪文を忘れぬように。いや、こんな気違いな言うことはしかとしておこう。ちょっと 2D モードにしていいっすか。姿を変えた後、新たな冒険。ちょっと待って、とりあえずやってみよう。いいや、1番で。2D モードで新たに冒険を始めます。どこから始めますかってどういうこと。2D モードの冒険の書って。待って、これ1番にやったの失敗だったかな。あ、でも同じ36分だもんね。いけ。なんか初めから始まったんだけど。16年後。なんかその場でパッパッパって切り替わる感じじゃ。おお。2D モードになってる。セリフはないんだ。しかも飛ばせねえし。あの犬、こっちの方が可愛くないか。スライムと戦うときって、うおお。ドット絵だ。ドット絵だけど、ちょっとまたこっからやるのはあれなんで、一回戻りますね。はい、じゃあ 3D モードで続けていきましょう。こっち側なんか入れそうだね。あれ、いけねえ。
じゃあ基本はもう 3D モードでいって、なんか2周目とかやるときとかは 2D モードでやってみます。どこがどこだかわかんねえんだけど、ただなんか作ってるねなんで体くねくねさせながら作ってんの。結構質素な感じの家だね。土足なんだ。アメリカ式だな。いや、アメリカ式とかよくわかんないけど。でこっちに行って、武器屋とかなんかあんのかな。でも売ってくんなかったかんね、道具屋行っても。けー、荒くれがいる。一応話すか。聞いたぞ、成人の儀式終えたんだってな。まあそれは人生楽しんだ方がいいよっていう荒くれ者のアドバイスでした。でここ道具屋で、こっちちょっと戻っん、赤いところが、あ、違う違う違う、先へ進むにはこいつらに話しかけなきゃいけないってこと。早いとこ帰って休みなって。エマちゃんついてきてんだけど、地図を見る。いや、わからん。いや、結構広いね。お、この子はミカミックスでエマちゃんじゃない、村長か。頼もう。ミカミックスと一緒になってエマが身を固めてくれば安心。いやー、いいね。話が早いね。話が早い方がいいよね。これ上に登れるのか。階段ではなく本当にはしごだね。 2D とかだと一瞬で登れんのかな。読める？読めない。うーん、特になんかあるわけではない。降りよ降りるときは早い。ジャンプとか活用してなかったな。だからドラクエでジャンプっていう、そのあんまりそういう感じじゃないからね。でこっち、ここ誰の家。頼もう。勝手に人の家ってか部屋の作りが一緒だ。あ、違う違う違う、ここ行ったじゃん。どこだよ。じゃあ自宅って書いてある。え、どっち。なんか地図回転してほしいんだけど、その自分のあれに合わせて。お、犬、お前役に立ったな。しかし俺は人の家を覗くことが趣味なんだ。あ、馬乗れるんだ。へえ。じゃあ自宅行きます。これ何、結局どっち、俺の犬なの、エマちゃんの犬なの、どっちなの。ただいま。あ、おかえり。無事成人の儀式を終えたようだね。村中で噂になってるよ。うちの息子エマちゃんの足手まといにならなかったかい。全然。ねえペルラおばさま、聞いて、すごいのよ。神の岩の頂上でね、私たち魔物に襲われたの。私なんて崖から落ちそうになっちゃうし、本当にもうダメって思ったわ。でもね、その時あざがピカーって光って、雷が魔物に直撃したの。まるで彼が雷を呼んだみたいに。なんだって、あざが光って魔物を退けた。そうかい、そんなことがあったんだね。考えないようにしていたけど、
おじいちゃんが言っていた通り、運命には抗えないのかね。ついにあのことを話す時が来たようだね。これを受け取りなさい。あんたが成人の儀式を終えたら、その首飾りを渡すようおじいちゃんに頼まれててね。実は16年間村のみんなにも言わないでずっと黙ってたことがあるんだ。あんたはね、勇者の生まれ変わりなんだよ。勇者？勇者が何なのかわからないけど、あんたは大きな使命を背負ってるっておじいちゃんずっと言ってたわ。勇者わからないんだ。あんたが成人の儀式を終えたら、北の大国デルカダールに向かわせてほしい。そして王様にその首飾りを見せた時、全てが明らかになるだろうって。だからね、あんたは勇者の使命を果たすためこの村を出てデルカダールに行かなきゃいけないんだ。そんな。さあ、明日から当分会えなくなるわ。今夜お母さんがとびっきりおいしいご飯を作ってあげるからね。自分は勇者の生まれ変わりである。突然打ち明けられた事実にミカミックスは不安と期待の中で眠れぬ夜を過ごすこととなった。なんか期待することある？勇者って何か分かんないんでしょ？散歩でもして気分を落ち着かせるに限りよ。夜風にでも当たってきたとて。あ、今夜、あれ、夜が明けたって言ってなかったっけ。え、どこ行けばいいの？冒険ガイド。石の村の真ん中に誰かいる気配がする。すげえな。こいつ円使えるのか。こいつの円は300メートルだな。そう。まあ話しかけましょう。あら、あなたも眠れないのね。私もよ、なんだか眠れなくって。ねえ、この木覚えてる？子供の頃この木にスカーフを引っ掛けて私お泣きしたんだよね。でもあなたは何とかしようと村中を駆け回ってくれて。そういえば成人の儀式の前にも同じようなことがあったっけ。私、子供の頃からちっとも変わってないわね。私ね、あなたはこの村でずっとみんなと穏やかに過ごしていくんだろうなって思ってたの。だから勇者の生まれ変わりだってペルラおば様から聞いた時はとても信じられなくてびっくりしちゃった。あのね、おじいちゃんから前にちょっとだけ聞いたことがあるの。遠い遠い昔、世界中が魔物に襲われて大変だった時、どこからともなく勇者が現れて世界を救ったんだって。そしてその後勇者は星になって今もこの世界を見守ってるらしいわ。ほら、あの星よ。あなたが勇者か。なんだか信じられないわ。でもデルカダールに行けば全てがわかるのよね。さあ、もう自分たちの家に帰りましょう。みんな心配しているわ。じゃあね。ミカミックスは自分の家に帰るとベッドに入り眠りについた。
簡単に寝れたな。さっき寝れねえとか言ってたのに。旅人の服って感じだな。本当に立派になって、その姿おじいちゃんにも見せてあげたかったわ。忘れちゃダメだよ、あんたは村で一番勇敢だったおじいちゃんの孫なんだからね。この先何が起きてもあんただったら乗り越えられるってお母さん信じてるわ。だから頑張ってくるんだよ。そうだわ、花向けとしてあんたの荷物の中にお金を入れておいたからね。デルカダール王国に向かう前に村の道具屋でしっかり旅立ちの準備をしていくんだよ。さあ村のみんなもあんたの旅立ちを見送ろうと集まってるわ。準備ができたらあんたも来るんだよ。てか道具屋のおばちゃんくれよ旅立ちにさ売るんじゃなくてさ、なんかくれよ。せめて薬草くらいなんかね欲しいよね、ただで。こういうの話しかけなきゃダメかな。旅に出る使命を背負っているなんでみんなさそんなこと信じるの。いきなりそんなこと言われてもさ、なんだそれってなる。クエスト、ちょうどいいとこに来てくれた。一つ頼みを聞いてくれよ。この間息子と遊んでる時大事にしてる風切りの羽をうっかり放り投げちまった。お前っちの納屋の屋根に引っかかってくれたんだが、高いところが苦手、屋根に登って風切りの羽を取ってきてくれないか。へえ、こんなんあるんだ。クエストを依頼されました。お前んちの納屋に向かってくれ。足場になりそうなものを見つけたらジャンプして屋根の上に上がる。ちょっとやってみますか。じゃあうちの納屋でしょ。どれ、ああこっからジャンプしていけってことね。なんか崩れ去ったんだけど。宝箱も普通に置いてあんじゃん。風切りの羽、駆け出しコレクター。10種類もアイテム集めたっけ。50円。なんで屋根の上にさ金置いてあんの。この家頭いかれてんな。何持ってる今。222円か。果たして何を買った方がいいのか。紫がクエスト、あそうだ報告しなきゃ、そのまま行こうとしてた。俺に渡してくれるか。はい、夢見の花。ああ紫の吹き出しが出る。人助けすればきっといいことがあるはずだ。頼みを聞いたからといって急いでやる必要はない。冒険に行き詰まった時や時間が合う時にこなせばいい。なるほどね。じゃあちょっと道具屋に行きますか。何が売ってるかだよね。外は魔物が出て危ないからうちで準備していくといいよ。いやーくれよ。ヒノキの棒売ってるし、お鍋の蓋、バンダナ、旅人の服。旅人の服すら着てないんだ今。旅人の服買おう。どうなったかお持ちになります。すげえ他人行儀だな。他に何か必要ですか。お鍋の蓋、防具は揃えそうだね。あやっぱ両手で武器なんだ。あーなるほど、ちょっといいや。お鍋の蓋ごときだったらちょっと火力重視でいこう。今回両手用武器、そういうのもあるんだね。まあ、両手用武器でどこまで火力が高くなるかだよね。盾って結構有用なものがあったりするから、そういうのを手にしたら逆だし、盾とかも装備していきたいけど。
荒くれくん、ここにいる。じゃあな、行ってくるぜ、荒くれよ。めちゃくちゃマッチョだな、あいつは。いつの間に？旅だったらしばらくは村には戻れないかもしれない。なんで？もういいよ、出発して。こんなにも早く旅立ちの時が訪れるとはな。お主の祖父テオにもその勇姿を見せてやりたかったわい。テオがお主を拾って、いや連れてきたのは確か16年前じゃったの。ごく普通の子供だとばかり思っていたお主がまさか勇者の生まれ変わりとはの。勇者とは伝説の英雄、その昔大いなる闇を払い世界を救った人物と聞く。お主がそんな大それた人物の生まれ変わりだとは到底思えんが、まあテオが言うならそうなんじゃろうな。え、何、テオってなんでそんなに信頼得てんの？デルカダールの王様に会ったらくれぐれもこの村のことをよろしくな。勇者様を育てた村ということで王様から何か褒美がもらえるかもしれんからな。村長、そりゃはしたないですって。冗談じゃよ冗談。ともかくこの先お主にはわしらでは想像もつかぬような運命が待ち構えているかもしれん。故郷を離れ旅に出るお主にこのロトゼタシアの地図を授けよう。道に迷った時はこれを見るのじゃ。地図を受け取った。地図はもうなんか一般的にあるんだね。え、馬もくれんの？よしよし、この馬もお主に授けよう。村一番の器量よしの馬じゃぞ。村を出てまっすぐ北へ向かえばデルカダール王国じゃ。あんたは自慢の息子さ。辛いことがあってもくじけずに頑張ってくるんだよ。待って。これ受け取って。昨日あなたが旅立つって聞いて急いで作ったの。エマのお守り。デルカダール王国は村を出て北にあるわ。村の外は魔物が出て危険だから、そのお守りをしっかり身につけていくのよ。どんな使命があるのか私にはわからないけど、どこにいてもこの村のこと忘れないでね。絶対に元気で帰ってきてね。とりあえず旅だったね。馬の呼び方。馬に乗っている間は歩いている時よりも早く移動できます。馬から降りて先に進んでもフィールドにある馬呼びの鐘を鳴らせばどこからともなくあなたの馬が駆けつけてくれます。優秀すぎる。というところで、じゃあ旅立ちになりましたので、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。